あかねちゃん、あかねちゃん。どうした？究極的な建物を思いついた。究極的な建物？日本のように狭い土地でも、とっても有効な方法で、何より一切問題が生じない建物。いや、そんな都合のいいもんは絶対ないやろ。50万人住めるマンションです。絶対問題しか起きんぞ、それ。ということで始めていこう。あ、シティーズ2から1になっとる。こっちのが遊ぶ楽し、真面目に検証するにはもってこいだからね。遊ぶ気しかないやつやん。本来のこのマンションは、高度かつ異次元な手法により、入居できる世帯数が、1000倍の25万世帯。このマンション4次元を活用しとるぞ。1世帯に2人だとしても50万人、杉並区全員をすっぽり収めることができる。一体内部はどうなっとるんやろうか。今回は住む場所は、このマンションだけにして、このマンションに住まう人が暮らしやすい街を作っていく。このマンション中心の街づくりってことか。この究極的なコンパクトシティならば、きっと完璧な街を作れるはずである。そうかな？早速上下水道を完備しておこう。あ、待って、マンションだけってことは、そこに人が密集するってことやろ？ということは、マンションの前とか、渋滞が凄まじいことになるんやない？問題ない。そういうのも見越して、街を作っていくからね。そのためのマンション中心の街づくりである。いや、絶対無理やと思うんですけども。まず仮置きしていたマンションと道路を削除して、道幅の広いものに変更。50マンションを囲うように道路を敷設。そのままはマンではないけどな。完璧だ。違和感の塊が完成？せっかくだから、このままマンションに住まう者らの働く場所を作る。オッケー。あとは区画を設定し、お買い物する場所も設定。さあ建物らよ、目覚めの時ぞ。建物が立ち方は、ワンのが好きやな。このニョキニョキが良い。でも、いくら道幅広くても、この感じやと、やっぱ渋滞しちゃいそうやない？あかねちゃん、心配ばっかしていたら、喉が突っかえてしまうよ。ここは手放しで、信頼の眼差しで、マンションくんを眺めてあげようではないか。子育てかな？シュピ。あれからしばらく経過して、世帯数が200世帯を突破。なぜ入居してくるんや、こんなマンション。だけんどさすがに渋滞が怖いから、ここいら一帯を一方通行にしよう。なるほど。これって車の移動に制限をかけるんか。一方通行の具体的な効果とか、よくわからんけど、こうやって使ってると、プロみたいでしょ。発言は素人ですけどね。よしよし、いい感じに整ってきておる。あ、でも、ゴミ捨て場がないって苦情が入ってるみたいや。まったく厄介な。今後二度とゴミ捨て場を作れと発言できないよう。言論弾圧の意思を込めて、近隣に2つ設置。あれ、理想的な街、あれ。どうだ、歩いて1分のところに、ゴミ集積場があるぞ。二度とゴミ捨て場を作れなんて言うんじゃないぞ。この市長大丈夫？沸点が低すぎん。さて、突飛な要望に踊らされてしまった。妥当な要望ですよ。いよいよ落ち着いて街づくりに。あ、ボスちゃん。今度はお墓を作ってほしいみたいや。なんて他人任せな住民税たちなんだ。市長として当然です。仕方かない。これも最高の街を作る。はっはっは。ゴミ捨て場と墓地をミックスしてやったぞ。不謹慎、不謹慎やぞ。ついでに、病院も墓地地下に設置。あんま墓地には使わんかな。駅地下みたいな表現。よしよし。これでようやっと、住民税たちの不満が解消された。でも、どうせすぐ不満が溜まりそうやから、今のうちから、消防署とか警察みたいな公共設備を置いとくで。おお、すごい数のパトカー。犯罪が一切取り締まられない街やったからな。これで、ちょっとは治安も良くなるやろ。素晴らしい。じゃあ、基礎的な設備は大体置けたから、少し時間を置いて、様子を見てみよう。人口が1000人を突破した。世帯数は400。だいたい1世帯に3人ってところやな。より入居を加速させるために、道路ではない、新たな経路を設ける。新たな経路？空港である。おお、まさかのちゃんとした空港や。今はまだ置いたばかりで使われていないけれど、きっと、そのうちたくさんの人に使われることだろう。長い目で使われる施設ってことやな。せっかくスペースもできたから、空港前の空き地に主要な施設を配備する。高校と大学にスタジアム。ついでに観光名所で東京タワーも建設。
これできっと入居が加速度的に増すことだろう。東京タワーあるから住みたいとはならんと思うけどな。さて渋滞は大丈夫かな。思いのほか一方通行が機能してるのか。今のところは渋滞はないな。素晴らしい。いやちょっと待って、なんか外側走る車の挙動がおかしいんやけど。はは、これはいいなことを。絶対4次元使っとる弊害やって。車だってたまにはイエーイってやりたくなるものだよ。うちの知ってる車ではない。シュピ。だんだんと軌道に乗ってきたマンションの街。しかし高校と大学を作ったけど小学校を作るのを忘れてしまった。誰も小学校に行ってないから高校と大学が機能してへんな。そのためマンションの目の前に小学校を設置。目の前？なんかボスちゃんにしては優しくない？いずれ収穫できるからね。今のうちに声太らせる。魔女魔女、もう魔女の発想それ。さてそれでは交通量も増えてきたし、抜本的かつ究極的な渋滞対策を行う。究極的？周囲をすべて車の通行を禁じた。力はせやないか。はっはっは。これで間違いなくマンション周りで渋滞はしないはず。高速の出入り口も変えたんか？今はまだ変えたばかりだから車がいるけど、時間が経てば歩道に歩行者しかいなくなるはずだ。ボスちゃんボスちゃん。うん？全然車入ってきとるんですけども。あれ、なんたることだ。緊急車両しか入れない道なのに。構わず通行しとるな。こうなれば仕方かない。ちょっと離れたところに同じ道を敷いて、ここにマンションをお引っ越し。マンションが動いた。さらに道路を元に戻してマンションにつながる道をより制限の強い歩道にする。これって緊急車両も通れん道やなかったっけ？完璧。これでようやっと目の前の道が渋滞しなくなるようになった。ほんまかな。空いた土地には無限に湧き出てくるゴミのために焼却炉を2台設置。これで完璧だ。目の前は焼却設備とか、ちょっと居住環境が悪くない？住めるだけいいと思えよ住民税。五七五での暴言なんて器用な。空港も使われてどんどん人が降りてきている様子。おお、じゃんじゃん住民が増えてるな。住宅に土地を割かなくていい分、思いのほか土地を有効的に使えとるんかもな。ふふふ、さすが私である。はいはい。ああ、でも住民の幸福度はかなり低いで。狭い土地に押し込められとるからか 30% みたいや。数々の希望を叶えてやったというのに、なんて贅沢な。仕方かない。そんな彼らの不満を解消するためにも新たにスカイツリーを建築。ごまかしてる。とりあえずでかい建物でごまかしてる。よしよし、住民勢たちは高い建物で喜び勇んでいるようだ。近所に名所があってもな、割と行かへんのよな。あとは地下鉄を敷いたり、小学校を増設などして需要の足りてなかった部分を補強。そんなことしてる間に目に見えて住民が増えてきたな。ふふふ、私の完璧なシステムのおかげで大きな渋滞はまだ発生してない。そこでより住民税の伸びを加速させるため新たに駅を敷設。これで線路を外部とつなげることでより一層住民税が増えることだろう。住民税が増えれば税収も増える。はっはっは。なんて完璧なお金儲けの機構なのだ。あかんな、お金儲けのことしか考えられんくなってきとる。ついでに歩道で分離していたけどマンションの車道に隣接させた。え、いやいや、それやと渋滞してまうんやない？ちょっとくらいの渋滞ならば許容範囲。これでマンションの利便性が増してより一層住民税が増える。諸刃の刃やけどな。あ、ほら車の数がとんでもないことになってきとる。大丈夫大丈夫、一方通行や進入禁止を効果的に使えば大丈夫。絶対雰囲気で使ってますよね。あ、ちょっと待ってほしい。もうこれ以上は徒歩で移動してほしい。おっと雲行きが。一応オフィス街とか作って働く場所の分散を図った。みんな一斉に働いて一斉に帰宅するからな。反対側にもお買い物ゾーンを新設。これでもっともっと車が分散されるはず。よしよし、実にいい感じ。車の台数が減ってきた。ボスちゃんボスちゃん。車の台数が減ったんやない。マンション前でデッドロックしてもうとるんや。終わった。